皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、とあるアイテムを最近私も着倒しておりまして、私の夏の結構定番のアイテムだったりするんですけど、それがすごくおすすめなので、ちょっと今回はそれを使って海外風の着回しコーディネートをたくさん紹介していこうと思います。タイトルでもあるかもしれないんですけど、夏の海外コーデにはこれさえ持っておけばいいみたいな感じのアイテムなので、ぜひね、みんな参考にしてくれると嬉しいなと思います。よかったら最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、そちらのアイテムがじゃじゃん、こちらでございます。はい、私の大好きなアメスリートップスでございます。まあ、アメスリじゃなくてもいいはいいんですけれども、私はやっぱり海外っぽいコーディネートを組むならこの形、アメリカンスリーブって言われてるぐらいですから、やっぱりこれ着るだけで結構海外っぽさがね、マシマシになってめちゃくちゃ可愛いんですよ。やっぱり海外の方のコーディネートとかを見てみても、夏ってもう本当にどのぐらいだろう、多分8割方の方がこういうシンプルなキャミソールだったりタンクトップだったりを着てるんですよね。まあ、なので海外が好きな方の中では割と定番なアイテムかなとも思うんですが、今日はこちらをね、ちょっと皆さんに紹介したいなと思って動画を撮っております。で、このアイテムがどこのものかっていうと H&M のものになります。そうなので、めちゃくちゃプチプラなんですよ。前になんか最近の購入品みたいな感じでも紹介したんですけど、なんとこれがですね、1枚999円でございます。1000円出してお釣り返ってくるっていうトップスなんですけど、本当に999円に見えないぐらい結構しっかりもしてたりとか、形もすごく綺麗で、体のラインとかをすごく綺麗に見せてくれるトップスだなと思ってて、5色買いしてて、さらにストックもね買ってあるぐらい、私めっちゃ好きなんですよこれ。本当にこれさえ持っておけばマジで大丈夫。これ同じの2、3枚持ってても多分洗濯でこう使えるからいいと思うんですけど、今回はこれを使って着回しコーデを組んでいこうと思います。はい、ということで、まず一つ目がデニムを合わせるコーディネートでございます。まずはね、やっぱりオーソドックスなポピュラーなスタイルを作っていこうと思うんですけど、まあ、これにね、何でもいいです本当に。やっぱりこの上のトップスが海外っぽさが出ると思うので、デニムは割と自分の好きなデニムでいいと思います。まあ、でもやっぱ最近は海外の方でもドライズだったりとかスキニーとかっていうよりは、どちらかというとダボっとした感じのデニムを履いている方が多いのかな。上がピタッとしている分、下はちょっとゆとりを持たせてあげてもすごくバランスよく着れて着やすいかなとも思うので、そういった感じで合わせるのもおすすめですし、本当にデニムなら別に何でも合うんですけど、ということで早速コーディネート組んでいきたいと思います。はい、ということでコーディネート組んでみました。じゃじゃん。まずデニムコーデなんですけれども、やっぱりシンプルな合わせではあるかなと思うので、ちょっとデニムでもデザインのあるものを今回は持ってきてみました。裾のところにダメージが入ってて、結構ヴィンテージライクな感じのパンツを合わせています。やっぱり可愛いですねシューズは今回はこのスニーカーを合わせました。これね、アディダスのサンバっていうスニーカーなんですけど、これからこれ来るんじゃないかなって私は思ってるこれがね、ビーガンレザーのやつなんですけど、最近ちょっと見かけるんですよね、履いてる方。ヘイリーもこの前履いてるの見たし、海外の方で履いてる人も最近見かけるので、ちょっと皆さんお早めにチェックかもしれないアイテムです。私はアイテムの柄物のバッグを合わせてみました。ここがやっぱりポイントになって可愛いコーディネートが組めたかなと思います。あ、そうだ、こういうトップスを着るとき中に何着たらいいですかって質問必ず来ると思うんですけど、私は割とベアトップとかブラトップとかを合わせることが多くて、で今日はちなみにヌーブラをつけてます。こう肩がね出るので、ブラとかをすると肩紐が見えちゃうので、別にそれでも平気っていう方は全然いいと思うんですけど、見せたくないよっていう方はこういったヌーブラだったりとかブラトップ、肩紐のないブラっていうのがあるので、それを使うといいかなと思います。はい、ということでデニムコーデはこんな感じでした。はい、では続きまして2つ目がスウェットパンツを合わせるコーディネートでございます。このコーディネートは海外の方の中でもすごくラフなコージースタイルっていうか、リラックススタイルが好きな方とかが結構やってるイメージがあるんですが、まあ、これにスウェットパンツ着てスリッパー履いたりとか、ちょっと真夏は暑いと思うんですけど、パーカーだったりとかトレーナーをちょっと肩から斜め掛けしてあげたりとかっていうスタイルもすごく可愛いと思います。あとはまあなんかシャツを羽織ったりとかしても可愛いと思うし、長いスウェットパンツだけじゃなくで短めのパンツとかでも可愛いと思うし、そんな感じでね着てあげても海外っぽく着こなせるかなと思います。はい、ということで、じゃあ早速スウェットパンツと合わせてコーディネート組んでいきたいと思います。はい、ということでスウェットパンツを使ってコーディネートを組んでいきました。じゃん。
今回はさっきも言ってた通りスウェットパンツなのでスポーティーなラフな感じのスタイルを組んでみました。足元もねこのスリッパを合わせていて、あとはまあこのキャップだったりとか、このトートバッグもね合わせてあげてもすごい可愛いんですけど、結構なんかこういうスウェットパンツと合わせてる人とかって大きめのこういうトートバッグとか持ってる人が多いなっていうイメージが私的にはあるので、ジムとかに行く時に着たりとかする人が多いのかな。こういったコーディネートを作る時はやっぱりこういったアクセサリーとかを結構大胆に使ってあげると部屋着感が軽減されるかなと思うので、そこをね結構ポイントとしてコーディネート組んでいくのがいいと思います。はい、ということでスウェットパンツを合わせたコーディネートでございます。では続きまして3つ目がカーゴパンツでございます。今年人気のカーゴパンツ、私も今期動画でも何回か出してると思うんですけど、やっぱり今っぽく着るならカーゴパンツとかちょっとこうメンズライクなアイテムと合わせてあげるのが私はいいかなと思います。カーゴパンツもいろいろ種類あると思うんですけど、本当にゆったりしたダボっとしたものでも可愛いし、割とスッキリとしたものでも可愛いと思うし、結構いろいろ合わせていきやすいと思います。さっきのスウェットパンツとちょっと似てると思うんですけど、やっぱりこう楽さというかラフさが出るスタイルだと思うので、髪の毛ちょっときれいめにキュッとお団子してあげたりとか、ビーニーかぶってあげたりとかしても可愛いと思うし、キャップだったりとかでも合うと思うんですけど、なんかそういった小物とかで遊ぶのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでじゃあカーゴパンツと一緒に合わせてコーディネートを組んでいきたいと思います。はい、ということでカーゴパンツと合わせてみました。じゃじゃん。カーゴパンツは今季トレンドのアイテムなんですけど、もう結構カジュアルスタイル、ストリートスタイルな感じになると思うので、こういったスニーカーだったりとかビーニーとかと合わせてあげて着たらすごく決まると思います。でちょっとこうメガネとかも割とフレームが太めのやつとかをかけてあげると、なんかよりこなれ感が出るっていうかで可愛いので、こういったものでちょっとアクセントつけてあげるのもおすすめです。今回結構色味がなくモノトーンな感じだったので、ちょっとバックでこういうキラッとしたものを合わせてあげると夏っぽくもなるかなと思うし、髪質が軽減されるかなと思うので、今回はこちらのバッグを合わせてみました。このコーデ私すごい好きですね。最近の気分な感じのコーディネートなので、これは多分割とプライベートに近いような感じの格好になりました。はい、ということでカーゴパンツを使ったコーディネートはこんな感じでございます。では続きまして4つ目がチノパンでございます。カーゴパンツとちょっと似てる部分はあるかなと思うんですけど、チノパンの中でもやっぱりトレンドっぽくいくならビーキーズの874かな。ウエストをね折り返して中のちょっとこのデザインというかを見せてあえて履くっていうスタイルが海外でも、まあ、日本でもトレンドだと思うんですけど、海外好きの方が結構着てるイメージがあるので、そういった合わせも可愛いんじゃないかなと思います。まあ、でも全然リッキーズのチノパンじゃなくても他のチノパンでも可愛いと思うし、いろいろとね合わせられると思うんですが、まあ、やっぱ今っぽく着るならこうウエストって履く感じだと思うので、なんかそこにウエストチェーンみたいなのをつけてあげても可愛いと思います。はい、ということでチノパンと合わせてコーディネート組んでいきたいと思います。はい、ということでチノパンを合わせてみました。ということで、まあ、リッキーズのね874今回合わせてるんですけど、シューズは厚底のシューズを今回選びました。このベージュっぽい感じのシューズなんですけど、なんかティンバーとかでもね可愛いと思うんですけど、私はティンバー持っていないので、ちょっとこうティンバーっぽい雰囲気のある2000年代っぽいコーディネートを作ってみました。洋服が結構カジュアルな感じなので、ちょっと髪の毛はまとめてスタイリッシュな綺麗めな感じでいこうと思ってお団子を作っております。この時短いからねめっちゃチビなんですけど、こんな感じでやっております。バッグはこの大きめのメッセンジャーバッグ、最近こういう少し大きめのバッグをこうやって斜め掛けするスタイルも割と2000年代っぽいっていうか昔っぽい感じのファッションになるので、そういうのもね結構トレンドになってきているかなと思うんですが、こういったバッグを合わせてあげても可愛いと思います。はい、ということでチノパンを使ったコーディネートはこんな感じでございました。では続きまして5つ目がスラックスでございます。やっぱ私もすごいスラックス大好きで、楽なのと足をあんまり出したくないとかっていう方でもすごく着やすいアイテムだと思うので、そういった方にも結構おすすめです。今この後コーデも組んでいくんですけど、さっき紹介してたようなデニムとかカーゴパンツとかっていうよりもよりカジュアルさが軽減されると思ってて、やっぱスラックスってなってくるとなんかこうジャケットのセットアップみたいな感じで着れる時もあるだろうし、ちょっとこう綺麗めっていうかなんかこうビジネスライクなオフィスカジュアルみたいな感じで着られる方が多いと思うので、若干
干綺麗要素が足されると思うんですね。なのでこのタンクトップとか着るときにちょっとカジュアルすぎてもあんまり好きじゃないっていう方とか、大人のヘルシースタイルっていう感じのイメージが私的にはあるんですけど、そういった方にすごくおすすめかなと思います。はい、ということでスラックスと一緒に合わせてコーディネート組んでいきたいと思います。はい、ということでスラックスを合わせました。こんな感じでございます。さっきも言ってた通り、スラックスってやっぱちょっとこう綺麗めな印象があるかなと思うので、そんな感じをイメージして大人っぽいコーディネートにしてみました。全体的にモノトーンでまとまっているので、すごくそこも落ち着いてる感じがあっていいかなと思うんですが、シューズはねスリッパサンダルなんですけど、つま先がとんがってるような綺麗めな感じの印象のシューズを合わせているので、スニーカーとかだったらすごいカジュアルになると思うんですけど、こういったポインテッドトゥーのものとかスタイリッシュなものを合わせると大人っぽくなるかなと思います。バッグもこのワンハンドルのバッグでシンプルな感じで合わせました。髪の毛もアップスタイルにしてみたんですけど、ここはちょっとあれかな、カジュアル要素というかブロックチェックのヘアクリップでまとめているんですが、ラフな感じで綺麗めになりすぎないようにカジュアル要素もうまく取り入れながらコーディネートを組んでおります。やっぱスラックスって着ていても楽だし、おしゃれに見えるアイテムだと思うので、これはほんと毎日着たくなるような、そんなようなコーディネートかなと思います。はい、ということでスラックスを使ったコーディネートでございました。では続きまして6個目がハーフパンツでございます。ハーフパンツも結構海外でやってる方よく見かけていて、これは割とカジュアルにも崩しちゃう人もいれば、なんかあえて大人のなんて言うんだろうな、ボーイズライクスタイルっていうか、ちょっとこうやっぱハーフパンツって少年っぽさが出ると思うんですよ、私的に。なんかこう元気なイメージっていうかアクティブな印象が私的にはあるので、あえて大人の女性の方がそうやって着崩すことで、それがまた可愛かったりとかもすると思うんですけど、結構幅広い方が着てるイメージがあります。でハーフパンツって言ってもいろいろあると思うんですけど、まあ、デニムのハーフパンツとか一昨年去年ぐらいから結構流行にもなってきてると思うので、そういったものを合わせたりとか、あとはさっきも言いましたけどスウェットのハーフパンツとかと合わせたりとか、ちょっとリネンっぽい素材のものとかと合わせても可愛いかなと思います。はい、ということでハーフパンツと一緒に合わせたコーディネート組んでいきたいと思います。はい、ということでハーフパンツを合わせてみました。じゃじゃん。今回はちょっと大人っぽい感じを出したいなと思ったので、このバッグを、ミニサイズのバッグを持ってきてあげて、でこれがねジミーチューのやつなんですけど、こういったブランドものとか持ってあげると大人っぽさが少し出るかなと思うので、こういうものを合わせてあげても可愛いかなと思います。足元はこちらのサンダルを合わせました。こういったサンダルも結構履いてる方多くて、楽だし可愛いしユニセックスなアイテムではあると思うので、こういったハーフパンツとかでもねすごく相性がいいんじゃないかなと思い、こちらを今回は合わせました。はい、ということでハーフパンツを使ったコーディネートはこんな感じでございます。では続きまして7個目がタイトスカートでございます。タイトスカートもまあいろいろと丈感はあると思うんですけど、ショートのデニムのミニスカとかでも可愛いと思うし、あそうだミニスカね、私あの今作ってるんですよ実は、アベマでちょっと話変わっちゃうんですけど、今作っててめちゃくちゃ可愛いのができそうなので、ちょっと楽しみにしててください。ぜひ他にもねいろいろ作ってるんですけど、結構ストーリーとかでもねあげたりとかしてて、みんなからもすごい好評なスカートを現在進行しているので、お楽しみにしていていただけると嬉しいんですけれども、そうまあなんかそういったデリムのミニスカでも可愛いですし、あとはロングのねタイトなスカートとかでも可愛いと思うし、ちょっとこうスリットが入ったりとかしてても可愛いと思うので、これも結構ねいろいろと幅は広くあるかなと思うんですが、これがすごいカジュアルめなアイテムになっているので、そういったちょっと女性らしいシルエットのスカートを持ってくると、うまくこうミックススタイルができてとっても可愛いんです。で今期私結構気分的にちょっと女性らしい要素も取り入れたいなって思い始めてて、だからスカートだったりとかそれこそヒールだったりとか、まあ、そういうのをねちょっとやっていきたいなと思って考えているんですが、まあ、なのでそういった同じようなテンションの方とかにはすごくおすすめなスタイルでございます。はい、ということでタイトスカートを合わせたコーディネートを組んでいきたいと思います。はい、ということでタイトスカートを合わせてコーディネートを組んでみました。はい、ということで今回はまた印象が変わったかなと思うんですけど、ちょっとリゾートチックな南国にいそうな感じのコーディネートを組んでみました。まあ、このスカートがね、まあ、そういった感じの印象があるスカートなので、まあ、こういったものにも合わせやすいっていうので今回はこちらを合わせております。スニーカーとか合わせるとよりカジュアルなストリート感が強くなると思うんですけど、今回も割と海に近いようなリゾートっぽい感じのスタイルを作りたかったので、Eさんを合わせております。
ね、髪の毛もヘアクリップでこんな感じでね止めてみました。でバッグもネオンカラーな感じの割とカラフルな感じのコーディネートなんですけど、こういったコーディネートにも合わせやすいシンプルなトップスになっているので、ここでちょっと引き算をしてあげてもいいかなと思います。さっきのなんかデニムとかカーゴパンツとかに比べるとちょっと女性らしい印象がやっぱりあると思うので、こういったものにも使える万能トップスです。ということでタイトスカートを合わせたコーディネートはこんな感じでございます。では続いてでラストでございます。ラスト8個目がサロペットでございます。サロペットも定番のアイテムだと思うんですよ。あんまりこう流行り廃りがないっていうか、そういうアイテムだと思うので、これも結構定番な方のコーディネートではあるかなと思うんですが、私サロペットにもちろんなんかスウェットだったりとか T シャツだったりとかニットとかとね合わせるのも好きなんですけど、キャミソールを合わせるっていうのがめちゃくちゃ好きで、なんか可愛いんですよね。トップスまで袖がなくてみたいななんかわかりますか、この伝えたいことその感じがすごい可愛いなって思ってて、水着とかと合わせても可愛いじゃないですかサロペットって。なんかそんな感じでちょっとこうセクシーな印象というか、なんかサロペットのはずなのにちょっと女性らしいなみたいな、それがすごい可愛いなって思ってます。デートの時とかもすごいいいと思う。サロペットで合わせていこうよみたいな感じで、なんかメンズだと T シャツとかになると思うんですけど、ちょっと私はキャミソールで女性っぽく行ってみようかなとか、なんかそういうのもねすごく可愛いと思います。はい、ということでサロペットを合わせてコーディネート組んでいきたいと思います。はい、ということでサロペットと合わせてみました。じゃじゃん。今回もホワイトホワイトでちょっと爽やかな感じでコーディネート組んでみたんですが、小物でこういったブラックのバッグだったりブラックのサンダル、これトングサンダルなんですけど、こういうのを合わせてあげることでちょっと引き締まるかなと思うので、だいぶ着やすくなるかな。やっぱこのキャミにサロペットスタイル可愛くないですか。私すごい好きなんですよね。サロペットってちょっとこうなんか幼く見えがちなアイテムだと思うので、こういった少し露出のあるようなものを持ってきてあげることで大人の方でも着やすいかなっていうふうに思うし、ヘルシーな印象も出るかなと思うので、意外とサロペットとかも持っておいても万能に使えると思います。今回このトングサンダル合わせてペタンコにしちゃってゆるっとラフな感じのスタイルなんですが、髪の毛はそのまま下ろしてたりとか帽子かぶったりしても可愛いんですけど、ちょっと今回ハーフアップにしてみました。ハーフアップってすごい夏な感じのイメージあるんですけど、私だけかなすごい夏だなっていう感じがする。はい、ということでサロペット合わせたコーディネートはこんな感じでございます。はい、ということで以上でございました。いや本当にね、これで着回しが効くっていうことは皆さんに証明できたかなと思うんですけど、まだまだ本当にあるんですよ。このアイテム自体が結構海外っぽいアイテムではあるので、割とボトムスはどんなものを持ってきてあげてもやっぱり海外ガールっぽく着こなせるかなっていう風に思うので、なんかキャミワンピの中に重ねてあげたりとか、フレアパンツだったりとか、リブパンツだったりとか、レザーパンツだったりとか、バイカーショーツとか、本当にね無限にあると思うので、もちろんこれだけではないんですけど、今回はこの8個を紹介してみました。どうでしたか、みんなどれが好きでしたかね。まあ、でも今回のねメインのアイテムはこちらの H&M のアムスリートップスなんですが、まあ、さっきも伝えたように999円に見えないクオリティで、やっぱりこういうアイテムとかってデイリー使いしたいからこそあんまりこう高すぎても買う気になれないっていうか、どうせだったら安くって形の綺麗なものお安い方が抵抗なく着れるかなっていうのがあるので、私はこの H&M のアムスリがねすごくおすすめでございます。カラーもねたくさんあるので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。はい、ということで今回はこんな感じでアムスリトップスを使った海外風の夏コーデをたくさん紹介していきました。私みたいにねいろんなカラバリングを買ったりとかストックで持っておくのもいいと思うので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。